人生書き色のエンジョイゲームタイム。はい、どうも、人生書き色です。俺たちと PS4 で40代プレイとですね、今回プレイするソフトは秋田おじかミステリー案内凍える銀霊化になります。よろしくお願いいたします。それでは続きやっていきましょう。ゲームスタート。おお、こんなとこなんだ。寒そう。うん、そうそう、探さないとな。どうやって探すんだこれ。うん、とりあえず入っていくか。よし、ちょっとまず見せましょう。おう、そうなんだ。出てっちゃったの。とりあえずじゃあ一個ずついくか。お、マジ？あ、いた！ほんといたわ。逃げた？マジで？ダメか。ちょっと温泉入るか。よし。ダメか。いないかな。受付行く？一応見せる。また来てねえのか。入れる？やっぱダメか、やっぱり。わかりました。すいません。じゃあ次行こう。めんどくせえな、いろいろ行くの。はーい。そうなんだ、すいません。いた。ちょっと待って、待って待って待って。ああ。
もう。じゃあ次は、ここだな、釜ゆでの行こう。二つあんのか。めんどくせえなー探すの。すいません。よし。もうこの繰り返しかよ。頼むよ。もう確かにな。逃げたー。もう、いたか。これ違う気がするな。違うんじゃね？あ、座ってんのか。あげます。また戻って。黒炭の湯だ、今度は。ここにいるだろ、多分。いたー！頼むよ！話聞いてくれよ！冷たい。もうちょっといい話できないのか、お前は。ああ。ここだ。やっぱいたー。本当にずっといるよね。君も使ってくるね。ストーカーです。出たー。
あー、もう、疲れたなんかもうすげえ疲れた、もう。いない、ツルハドギなかったな、確か。そういや、頼むよ。構うから。伝えろ、伝えろ。それは追うよ。いや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 、なんでだよ。ああ、まあ自分がそう思うしゃあないけどな。うん、確かにな。まあな、おお、いいこと言ってる。いいこと言ったな。おお、いいこと言ってる。うん、そうだ。おお。
かったよかった。疲れたこれ。ふん、やっぱりまあいいじゃないか。どうぞどうぞ。お、はい、ということで今回はここまでになります。皆様お疲れ様でした。ありがとうございました。なんとか剣のね説得によって木更刑事復活しましたけども、まあけど事件はねこれからまた振り出しですけども頑張っていきます。次回もお楽しみにということですね。またプレイステーション4ソフトに関しましても様々なタイトルをプレイしながらおめでとうだったり率直な感想を述べたりしますので、よろしければコメントをいただけますと嬉しいです。コメントが苦手なグッドボタン高評価を押していただけますと活動の励みになりますので、チャンネル登録なんかも合わせてよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。お疲れ様でした。ありがとうございました。このチャンネルではコメントや高評価、チャンネル登録など首を長くしてお待ち申し上げております。